今日は LED ピュア SM1 殺菌機を使ってマスクを殺菌する方法をご説明いたします。使い捨ての不織布製のマスクなんですけれども、だいたい1回使った後使い捨てるのが原則なんですけれども、皆さん手に入らないので何回も使い回ししているような状況かと思います。こちらが SM1 なんですけれども、ご覧のようにコンパクトなもので、仕組みとしましてはこれですね。これが紫外線の LED になっていまして、波長275ナノメートルの波長の短い紫外線を出します。これは殺菌線といわれる光で、太陽光の中には殺菌線という光は含まれていません。でその理由としては、大気圏の上空にあるオゾン層で殺菌線は全部吸収されてしまうので、太陽光の中にはそもそも殺菌線が含まれているんですけれども、地球には降り注がないということで、人類が安全に健康に生活できるというのはそういうことです。なので、こういう光をですね、わざわざ作り出すということでできたのがこういうものになります。今までは UV ランプといってですね、水銀を使った紫外線を出す光源があったんですけれども、これは水銀を使用しますので、今年以降水銀の全廃ということで水俣条約が発行されまして、使用ができなくなりますということで、こういう LED ですね殺菌線を出すということで開発されたのがこの製品になります。このようにですね、コンパクトなもので、中にこういうコンテナ容器があるんですけれども、ここにですねマスクを入れて殺菌していただけるという、そういうコンセプトなので、ご説明いたします。でこちらはですね、充電するのはこちらにジャックがありまして、こちらのケーブルをこちらにまず挿していただきます。でその後ですね、皆さんがスマホ等でお使いのスマホの AC アダプターですね、これに USB のジャックがありますね。これを差し込みます。パソコンの USB ジャックからも充電できますので、パソコンから充電していただくのでも構わないです。でこれをコンセントに挿します。ご覧の通りアナウンスが入りまして、充電を開始すると緑色の点滅が、ゼロが2つくるくる回りましてですね、充電が始まったということを知らせてくれます。充電を完了しました。だいたい充電から4時間ぐらいでこのようなアナウンスが入って充電が完了します。充電が完了しましたら、この接続を抜いていただいて、で使用できる状態になります。で今回はこのマスクですね、これ不織布なので通常1回したら捨てるタイプなんですけども、こういうタイプのものでもですね、でこの中で殺菌していただきますと繰り返し使えます。ちょうどこの中に入るぐらいのサイズになっていますので、口に当たる方を上にしていただいて、そのまま中に入れます。でその後蓋をしていただいて、でボタンを押します。殺菌を始めます。でこのように最初10という数字が出るんですけども、これは10分間という意味でして、これを10分タッチの回数で変わりますけれども、もう一回押すと20分、殺菌を始めます。でもう一回3回押すと30分、殺菌を始めます。で4回押すと40分になります。殺菌を始めます。
まあ、5分ぐらいで 99.9% 殺菌できるんですけども、さらにですね、もし用心をということであれば、まあ、これまあこの数字はどんどん減少しまして、39、38ということで、最後ゼロになるんですけれども、ゼロになったらまた殺菌が完了しましたというアナウンスが入りますので、そうしたら開けていただいて、で、これは使用中でも安全のために、こうやって蓋を開けると停止するようになっておりますので、万が一お子様が開けるようなことがあっても、紫外線が照射されるということはありません。で、今度はこれの裏側ですね。裏返しにしていただいて、もう一度蓋をしていただいて、40分。40分間使用できないということなので、2枚用意しておいていただくと、殺菌している間もマスクはご使用いただけると思いますので、2セットを用意いただいて、交代に使用するということで、防げるのではないかというふうに考えています。